ヤマハ FZR400 はヤマハ発動機から発売されたオートバイ。車体種別はレーサーレプリカ。FZ400R をベースにしたワークス t t f サンレーサー FZR400 も同一名称で存在する。FZR400 は XJ400Z を発展させた FZ400R の後継車種としてデビューした。 水冷4サイクル直列4気筒エンジンは、ジェネシスコンセプトに基づき、前傾して、デルタボックスタイプのフレームに搭載された。1986年発売、1WG 型。テールカウルがコンパクトに設計され、独創的なデザインに仕上げられている。エンジンを45度前傾したことにより、エアクリーナーダウンドラフトキャブレターを、エンジン真上にレイアウト。そのため、 一見燃料タンクに見える場所にはエアクリーナーボックスとコンパクトな燃料タンクが配置されその上を樹脂製のカバーによって覆われているそのため磁石で固定することが一般的だったタンクバッグが使えないという点は不評だった1987年に FZR400R という限定車が発売されたこれはレースベースの SP 車両で 通常モデルとの外観の大きな違いは、シングルシートが装着されている点。その他にもアルミ製タンクカバー、クロスミッション、強化クラッチ、ピストンオイルクーラーを装着。オイルクーラーの設置や足回りにも手が加えられ、排気デバイス X スップが初めて採用された。新車価格は89万円と、通常モデルよりも20万ほど高い豪華仕様となっている。 1988年から北米市場向けに FZR400 ベースの FZR400 排ガス規制が厳しいカルフォルニア州向けに FZR400 をベースに FZR400R の排気デバイス XP 等が取り付けられた FZR400S が発売いた。FZR400S はカズトノリだが外見は FZR400 にシングルシートカバーが付けられた形となっている。最終型の1990年型はフロント周りが FZR400 のフォーク、ブレーキに変更、リアが FZR400R のアルミデルタボックススイングアームに変更された。1988年発売。3案1型。全モデルの限定車に TK 型並みの装備を身にまとって、 マイナーチェンジ。新設計のエンジンを搭載。また、このモデルから X ップが標準装備された。外観上の主な特徴は FAI を導入。新鮮な空気をエンジンに送り込めるようになった。また、楕円型断面のステンレスマフラーを標準装備。3ン,ン1をベースに輸出仕様の FZR600 が開発され、3ン,ン1のアッパースカウル。 サイドカウル等のデザインは1999年の最終型の FZR600 まで使われ一番長寿のデザインとなる。1989年に FZR400R としてマイナーチェンジ。デルタボックスフレームの技術を応用したデルタボックススイングアームが特徴である。このモデルのスイングアームはタイヤを脱着してもチェーン調整が不変となる。 後輪支持構造となっており、耐久レースでのタイヤ交換を考慮している。初代 FZR400 からの特徴である、一見燃料タンクに見える場所にエアクリーナーボックスとコンパクトな燃料タンクを配し、その上をカバーで覆う構造を継承しているが、磁石で固定するタンクバッグが使えるように改善されている。外装と足回りを変更し、 フルモデルチェンジに近い内容だったが、半年ほどで FZR400RR が発売されてしまう。マフラーはアルミ外装新円断面。1989年12月発売。3TJ 型。デザインを一新して FZR400RR として登場。デルタボックスフレームは新設計になり、エンジンもシリンダの前傾が45度から35度に、 改められた新設計のものを搭載する。ホイールはこれまでの全17、58インチの異形から全57インチに変更。それと相まってタイヤサイズも全110、540から全120、560と太いサイズになっている。外見上の大きな点は従来型の二等式から一体化された二等式、プロジェクターランプ化された点。 カラーはシルキーホワイトアップルレッドとブラックゴールドの2色。ありがとうございます。